ちは。今回は親子でかぶれる帽子を作ってるんですけども、お揃いの帽子ですね。まあ編みながらご紹介させていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。でこちらの毛糸なんですけれども、湯沢屋さんで購入しました。すごくふわふわしてて、私的には今までで一番ふわふわしてると思います。触った毛糸の中でミストヤンにも似てるかなっていう感じはするんですけど、すごいですねこれで。ね、そんなにお値段もしなくてというか安くなっていたんですよね。とこちらがですね、1個432円なんですけど、この日がですね、20% 引きだったんですよね。たまたま行ったお店がで86円引きなので350円ぐらいですかねすいません、ちょっとはっきり計算できないんですけど、そのぐらいでした。結構この容量でこの肌触りでと思ったらお安いなと思って買ってきたんですけど、でですね、こちらですね、これちょっと取っちゃったんですけど、これがこういう風になっていて、でですね、取っちゃったんでどっちがどっちか分かんなくなっちゃったんですよね。で今調べたんですけどちょっと載ってなくて、すいません、色番がね（笑）ベージュとブルーですね（笑）申し訳ないです。で他にピンクとかグレーとかいろんな色ありましたね。全部結構綺麗な色でした。こちらがアルパカヘアリーで、アクリル 44%、 ナイロン 26%、 アルパカ 15%、 スーパーウォッシュファインメリの 15%、 50g で約 225m ですね。棒針が6から7号で、かぎ針が5号から6号です。標準ゲージが17目で27段ですね。よく行く湯沢屋さんがオパールとかね、フリーソックでしたっけとかね、あんまりね置いてないお店だったんですけど、なんかね突然置いてくれるようになって、ワンサカあったんでしょうね行ったらすごいなんか今までと全然違くなっていて、冬だからっていうわけでもないんですよね。秋だからっていうわけでもなくて、去年も秋とかは置いてなかったんですけど、そうなんですよね。それでいっぱい並んでいて、でこれすごくもう触ってみて、お友達の赤ちゃんにいいなと思って、柔らかいので、でせっかくなら親子お揃いで帽子編んだら喜んでいただけるかなと思って、でお母さんの方はこっちの色が似合いそうだなと思ってこっちにして、男の子なんでね青にしてみました。でこの前ちょっとお邪魔して頭をね測らせていただいて、編んでねその場で、でこう頭ちょっと寝ちゃってたんですけど、こうやって測ってて全然起きなくてびっくりしたんですけど、そうでこのぐらいにしたんですよね。でまあ大人の方は私のね頭でいいから大丈夫じゃないですか、だいたい同じだから。でね両方こんな感じで編み進めているんですけど、まあ赤ちゃんの方は大きくなるのでね、ちょっと大きいかなとは思うんですけど、まあ髪もねすごい生えてくるからっていうことをねお聞きしてね、じゃあちょっと大きいぐらいでいいんだなと思って、同じ色でもなんか聞いたらよかったよって言われたんですけど、全く同じ色の帽子のお揃いって嫌な人もいるかなと思ってまあでもね我が子ですからね、嫌だったりとかしないのかと思ったんですけど、赤ちゃんの方に合わせちゃうとこの色になっちゃうじゃないですか。この色っていうか、まあ赤ちゃんこの色でもいいと思うんですけど、形は同じで毛糸の種類も同じで色違いでお揃いっていいんじゃないかなと思ってそうしたんですけどね。ただ男の子だから青っていうのもまあなかなか安直だなと思ってね、なんかそれもどうなんだろうと思って、いいですよね男の子がピンクでもね女の子が青でもね、でもなんか選んじゃうんですよねこうやって選んじゃいましたね。でねこれはもうこういう風にグーってこう編んでって上で絞ろうと思ってるんですけど、で赤ちゃんのやつはやっぱ大きさがねちょっと難しいので、今度また
お邪魔してまたかぶってもらって、でこの高さ決めようと思ったんですよね。でこっちが止まっちゃったので、じゃあもうねこっちの大人用も編んじゃおうと思って、こっちならね自分の頭に合わせればいいんで、でこれ7号でね編んでるんですけどね、かぎ針が5号から6号なのでちょっと大きいんですけどね、あのそのお邪魔した時にちょうどなんか6号忘れちゃったんですよ、うちに。で7号しかなかったんですね。5号はちょっと細いなと思って、じゃあ7号でっつって編んじゃったんですよね。でもねふわふわしてるんでね、うん、いいと思いますね。で、すごいあったかいんで、結構なんか薄いっていうかね、もっとこう6号にして密に編んだ方があったかいかなと思ったんですけど、もうね糸が十分すごいぬくぬくの糸なのでね、まあ7号でも大丈夫だったなって思いました。でもそうですね、ミストヤンにやっぱ似てるかな。似てますね、多分ね。私去年のしか覚えてないんですけど、今年のはね、この今作ってるね帽子のその方がですね、ちょうどダイソーさん行った時にミストヤンを見つけて、なんか私のね好きそうな糸だなって気づいてくださって、私ねミストヤンを探してることも何にも言ってなかったんですよ。何にも言ってないのに、あ、私が好きそうな糸だっていうことだけで連絡をくださって、でね買ってきてくださったんですよね。私が、あ、それ探してるやつって言ってどこ行ってもないやつですって言って、そうだからね、じゃあすいません全種類1個ずつお願いしますって言って、そうでお店もね私がねちょっと頑張れば行ける距離なのでね、もっと欲しかったらじゃあまた買いに行けばいいやと思って、でもねまだそれはね、そうですね、購入品の紹介動画どうしようかなって思っているところで、まだこう編んでないんですよね。うん、でも去年のやつに似てるかなっていう感じはしますね。でもやっぱりねアルパカ入ってるからぬくいんだろうなとは思うんですけど、ミストヤンの帽子去年のやつ寝かしたっきりでまだ完成してないからただミストヤン編んでいたので、失敗した時にほどくのがね大変だっていうことは覚えてたんですよ。だからねこれも相当大変になると思ったんで結構注意して編んでますね。あと7号にしたのも良かったかなと思いますね。うん、ふわっと編むんで間違えてほどく時にちょっと楽なんじゃないかなと思います。まあそれでもねやっぱりこう絡まっちゃうんでね、やっぱふわっとしてるのでね、うん、それは注意した方がいいですね。うん、綺麗ですねやっぱね。でねこうどん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 こうなんていうのこう糸がねこの絡まっていくんですよね。この繊維がこう私が編んでる最中だけでもこう擦れて、そうすると多分ねどん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 あったかくなると思うなんかどんどん繊維がなんかね密になっていくのがね触っててわかるんですよね。うん、それもなんかいい発見でしたね。だから毛糸もねちょっと高いかなって思うかもしれないんですけど、まあ400円ぐらい、セールじゃないと400円ぐらいかな、もうちょっと、うん、でもそれで帽子作れるならねいいんじゃないかなと思うんですけど、うまくねできたら作り方のねパターンもね作りたいなと思ってるんですけど、まだねちょっと時間かかりそうなのでね、うまくできたらねいいんですけどね、一玉でねできるとちょうどいいですよね。できそうなんですよね、大人のもこれ1個で。まあね、でも繊維がこういう感じなんで毛玉がねできるかなと思うんですけど、まあでも毛玉は取ればねいいですしね。まだねこの先はまだ考えてないので、まあ、悩みながらやってるんですけどね。それでですね、前回の動画でサムネをね変えますっていうお話をさせていただいたんですけれども、なんとなくもうできまして、なんとなく結構なんだろうな、自分がこれでいいかなぐらいはできまして、でねコメントでね応援をねしてくださった方がねいらっしゃいましてね、本当にねどうもありがとうございます。
なんか自分的には見やすくなったかなって思うんですけどね。だからね、あの見てくださる方々もね、あ、見やすくなったなってね、あの思っていただけるといいなって思うんですけどね。ちょっとなんかサムネがちょっとこじゃれすぎてるじゃないですか。それもちょっとなんか動画と、中の動画とギャップがありすぎるからちょっと心配な面ではあるんですけど、まあでも見やすいのが一番かなと思いますね。探しやすいっていうのもね、うん、いいかなっていう感じで、それでそうやろうと思ったら全部できるなって思ったんですよね。結構データが残ってたので最初の方のやつも全部修正できるなって思ったんですけど、まあ最初の方はね、最初の方で良き思い出としてね残しておこうと思って、全部はやらずにおこうかなと思っていますね。うん、なんか全部直しちゃうのもどうかなと思って、よくねあの見てくださるやつはやっぱ見やすい方がいいかなと思って、古いものの中でも直したものもあるんですけど、やっぱあれもなんかねちょっと上手じゃないのも思い出だなと思って、そのまんまにしようかなって思っていますね。あと購入品のご紹介の動画のサムネがねやっぱちょっと見づらいなって、あの修正した後も思っていて、あのなんか画面いっぱいに撮る癖、あれ見づらいですよね。なんかもっと余白があった方が見やすいんだなと思って、だから次回からはねちょっと気をつけようかなって思いますね。結構ねあのちょっとしたことでね見やすさって変わるんだなと思って、あの画面いっぱいになんかこうびっちりやる癖あれちょっとどうにかした方がいいですね。なんかねおしゃれな写真とかってやっぱ余白ねすごいあれですね、多いんですね。余白を作らせないみたいなところがあるんで、ちょっとね気をつけていこうかなって思います。まあちょっとパソコン作業がね多くなっちゃってたので、またね落ち着いたらねコツコツねやっていこうかなと思っております。うん、こんな感じでねちょっと進んだかな。あーでもやっぱふかふかしますね、今指になっちゃった。なんかあれですよね、編み物やると指パキパキしません？私だけかな、指使いすぎなのかなと思うんですけど、ちょっと心配になる時がある。なんかパキパキ音がひどくなってきてて、ほんと休まないとですね、あんまりね無理しない方がいいですね。バネ指とかもあるみたいなんでね、ほんとね皆さんね編みたい気持ちはわかるんですけど休みましょうね。まあ自分に言い聞かせておるわけですがほんとふかふかする、なんかこのぐらいの距離だと分かんなかったんですけど、増えてきたらやっぱふかふかします、すごく。はい、ということで今回は親子のお揃い帽子ですねを少しねあのご紹介させていただきました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございます。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。